永瀬正敏です。役者です。永瀬さんのイメージはストンと細いパンツ、うん、それからずっと長いから、うん、なんか最近 なぜかなんかそういう何かなんか急に恋棒に4時がいいっていう、こんなヘビーローテーションというか、そんなに今4時を気に入っているようなポイントは何かありますかね。まあ、いろんなきっかけで、まあ、レスリングブランド Y で撮ってもらったっていうきっかけもあるんだけど、やっぱりこうやっぱりいいんだよね、うん、なんかこういいんだよ、それしかないんだけど私はね楽だから、うん、いやもうそれももちろんある、楽っていうのもあるんだけど、なんかちょっと一度心の温度を上げてもらえる感じが、洋服を着てそれって重要じゃない、朝出ていく仕事行く、まあ、何でもいいんだけど、ちょっと一度心の温度を上げてもらう服っていうのをまた再びちょっとこう感じてしまったというか、やっぱ洋子さんすごいなと思う。クリエイトするっていうのはこういうこともあるんだなっていう、このフィッティングの時からあの緊張、ものすごい緊張感あふれるね、フィッティングっていうか、広い部屋の真ん中にこう僕が立たせてもらって、こう洋服を着て、おじさんがじーっと見ながらスッって言ったら、もうハサミが持ってる人がドゥワーってこう端から来て、同じその一瞬でね、うん、もうすぐカッカッと切っていかないと、こっちの方が絶対いいっていうのが、あれはこう何とも言えない、すごいな、でもこっち真剣勝負、うん、めっちゃめっちゃそのね、衣装の力、衣装の本当にスプリッツね、すごい本当に。ヨエさんは真剣勝負の時は本当に寄っていけない。撮る側でもね、あんまり音を出すのはちょっと申し訳ぐらいに、見るだけでもいっぱいいっぱい、すごい人がわかる。海外にこう、まあね、レスリングもいろいろ行くし、行く方もいっぱいいるけど、その時にそういうきっかけになると、すごい日本人としてはちょっと誇りに思うでしょ、日本のことを。その思わせていただける ずっと存在だったから、それって何大抵のことじゃないでしょう。一時期のブームっていうのはあるかもしれないけど、いまだに幼児って言うと、ああ幼児ってこうみんな分かってくれる、それはある意味日本人としてというか、アジア人として